今より山岸市長の退任式を執り行います。一同礼。山岸市長より退任のお言葉をいただきたいと存じます。足を投げにしてください。退任にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。ここがいいかな。職員の皆様方には、市政執行に一方ならぬお力をいただきましたこと、ここに深く感謝をし、御礼申し上げます。またすでに退職された OB の方々にも在職中には様々にお力をいただきました。ここに厚く御礼を申し上げます。市長という立場は言うまでもなく市政執行の最高責任者であります。そしてその使命は市民のために住みやすい安全安心な町を作ることであります。そのためにソフトハードを問わず施策を考え事業を起こし実行してまいりました。しかしこれは市長一人の力でできたことではございません。市役所という組織の力があってこそ政策を形にできたのであります。組織の力とは財政面の工夫や裏付け所管の部や課による実行のための手順や組み立て、そしてまた議会への対応、実施計画とそれぞれのプロセスにおける職員の皆さん方の力であります。この20年間私は勝山市の理想の姿を旗に掲げてその旗を力いっぱい振り続けてきました。そして皆さんはそれにこうして私と一緒にその旗を持ち共に目標に向かって邁進してこられました。今改めて振り返りますと職員の皆さん方の力があってこそ力いっぱいやり遂げることができた、そういった20年間であったというふうに思います。この勝山市役所のでの20年という年月は私の人生の中で最も輝いていた最高の期間でありました。改めて厚く御礼を申し上げます。今はこれからスタートする新しい水上市政に全てをバトンタッチできることを私の最大の喜びとしております。最後になりますが職員の皆様方に望みたいことは今後新型コロナウイルスによってもたらされるパラダイムシフト世界の変化に対応できる政策提案力をさらに磨いていただきましてそれぞれのマンパワーの向上を目指していただきたいと願っております。そして市役所は市民のお役に立つところこの心構えを堅持していただき継続するべきものは継続し改革すべきものは改革する新市長のもとさらにきらめく素晴らしい勝山市を作り上げて言っていただくことを念願をいたしまして退任のご挨拶といたします。20年間本当にありがとうございました。はい、それでは、山岸市長退任にあたり梅田教育長より送別の言葉を申し上げます。市長前の方へ。それではですね、職員を代表いたしまして、あるいはまた私なりの思いも交えまして、市長への送別の言葉を申し述べたいと思っています。ただいまは市長から職員に対して、多大な温かいお言葉、そしてまた
励ましのお言葉をいただきまして誠にありがとうございます。先般ないですね、市長の20年を理解ということで、特に1期目就任当時はですね、いきなり京福電車、市町村合併、そして農民処分場問題、大変な難題、これがですね目の前に追い越されてきている、まあ、そういったことで大変ご苦労されたと思います。まあそれに対してですね、多分ですよ、市長はもう1期目ということで決起盛んにですね、こういったあの課題に果敢にチャレンジするというそういう姿勢、それで取り組まれたんじゃないかなと思っております。まあその市長のご尽力のおかげでですね、いずれも見事に解決、また対応していただいて、今現在の勝山市、穏やかな勝山市につながっているんじゃないか、このように思います。そしてその市長の原動力といいますと、多分ですね、これもですね、誰にも負けない市長の不屈の精神、それと強いリーダーシップ、これがあったからじゃないかなと思います。本当にあの素晴らしい精神力を見せていただいたんじゃないかなと思います。まあ、多分その一方でといいますか、勢い余ってという部分もちょっとあったかもしれませんけども、それが、まあ、いわばですね、一種の副作用というか反作用というか、そういったものも生じてですね、まあ、2期目の、ああいった選挙制限になったことでございます。実はですね、私平成22年4月、市長がちょうど10年目だと思うんですけどね、その時に教育長に就任させていただきました。まあ、私自身は、まあ、市長は昔から一級先輩で知っておりますし、県議会議員もいらっしゃいましたし、まあ、非常に親しみを持ってですね、というつもりでおりましたけども、実はその市長は、山口市長はとても厳しい人やというふうなですね、そういったですね、まあ、話というか、そういったものがちょっと私のコミュニティに入りましてですね、私なりにも多少身構えつつ臨んだわけですけども、実際市長に伝えてみるとですね、全くそんなことはありませんでした。常にですね、温厚にですね、接していただいて、そしてこの私の所管する教育行政においてもですね、まあ、冷静に的確にですね、ご指導やご助言もいただいてきております。市長はですね、先般確かこれまでのですね、足跡をたどりながらですね、戦いの原力でもあったと、こういったこともおっしゃったと思います。まあそれはですね、それは持ち前のですね、果敢に、課題に、取り組むというか、そういったあの姿勢が、まあ、テールにあったと思いますけれども、多分ですね、まあ、その一期目のですね、本当にあの難局を乗り越えて、それからさまざまな課題に挑む、そういった中で2期目、3期目、そして5期目へとですね、任期を重ねるごとにですね、市長はこの胸の内ではですね、もう熱い熱い思い、特に勝山への愛情、これをしっかりとですね、こう思いたぎらせながら、取り組んでこられたと思いますけども、まあ、外向けといいますか、我々も含めてですけども、非常にあの穏やかに接していただいてきたんじゃないかなと思います。まあ、非常にありがたかったわけでございますけども、まあ唯一の例外としては、そうですね、敵玉、マグマが爆発するような形で、まあ、事情によりまして時にあの時折ですけどね、応用を発せられたこともありますけどまあこれも我々の語りにさとしての思い出になるわけでございます。まあ市長はそれとですね、そうですね、これも先方おっしゃってましたね、私のモットーはですね、モットーは市長もおっしゃってました、私のモットーは誰にも負けない好奇心と闘争心が、こういったことをおっしゃったと思います。まあこれからはですね、まあ、闘争心が必要だと思います。焦ることもないんですね、好奇心もこれから大いに発揮されましてですね、まあ、心豊かで彩り豊かなですね、人生をお送りいただきますようお祈りいたします。
本当に市長のこの足跡、これは大したものだと思います。まあ、大きくは花を開いているものがたくさんあります。これはきっと高校生になら引き継がれるものと思っております。どうかですね、僕にこれ留意され、また時折はですね、この市役所職員に対してもですね、対象高所からご承認ご指導いただければというふうに思っておりございます。市長の勝山市長、最長の長年を持ちます20年間本当にご苦労様でございました。そして本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、ご無理の一端を申し上げまして、送別のご報告をさせていただきます。で、次に山岸市長に花束贈呈を行いたいと思います。職員を代表いたしまして、伊藤行政管理官よりお渡しいただきます。よろしくお願いいたします。どうも、ありがとうございました。以上をもちまして市長退任式を閉じます。一同礼。ありがとうございました。この後記念撮影を行いますので、あ、よろしいでしょうか。はい、花をそのまま持ってもらう。花を持って